リマン TV、YouTube、ニコニコ動画、そして怪盗ロワイヤルの皆さん、こんばんは、平天くんでーす。お宝取るなよ。本日は新潟県長岡市にありますスイートパーラー1号長岡店に来てます。なんと今7連敗。もうね、パワースポットを求めて北へ北へと新潟、この地新潟へやってまいりました。ここが僕のパワースポットであるか否か、早速行ってみたいと思います。と入店。はい、では早速店内のデータを見てみたいと思います。いやー、なんかいろいろありますね。装填の件、お、なんかクレオチとかやってるんですね。ちょっとね、いろいろ見てみましょう。装填の件で、なんかメールをちょっと今日ここに来るということで入ったらですね、クレオチ台の両隣もなんかいいような感じの、どちらかがいいみたいな感じのことを書いてありました。お、高田組ありますね。高田組、これまだ僕打ってないんですよね、実は。データ、33-5091。33ってことは、計算ができねえな。17だから、5。5。105、60ってとこですね。寝台のカメラもありだな。寝台のカメラもありだね。カメラ、ちょっと試行回数少ないな。3で422だから、31が140分の1。数値的には結構高設定、ただ試行回数が少ないですからね。あー、悩むね。高田かな。早速、もう時間もないからね、打ったこともないし、まあガメラはまだまだいつでも打てるんで、今日は高田組で行きたいと思います。ふに落としちゃいました。それでは早速、高田組パチスローライブインホール2行ってみたいと思います。三強さんですね。お、初めてだかわかんないな。なんか読んだらちょっと早かったね。これでスイカが電波あったらスイカらしいですけどね、よくわかんねえな。早いな打つのが。上段枠位ぐらいって言いましたね。お、なんだなんだろうね。こんな感じか。やばい、追加投資したいと思います。焦るよ。8連敗はまずいな。8連敗はまずいよ。高田さん、8連敗まずいっすよ。あー、スイカテンパってないな。なんか騒がしいね。リプレイだね。やばいね。スイカ同士、3000円目。やばいな。なんか、見せ場があってもいいんじゃねえか。なんもないね。高田さん、さっきはびっくりしてけど何にもねえな。4000だよ。おかしいな。マジ頼む。ダメだな。チェリー出ました。あ、いいのか、いいのか。あ、何でもなかったみたいですね。何でもなかったみたいですね。自信です。チャンスって出ましたね。お、ツー止まりでございます。ベルでございます。チャンス、お、見せ場来たよ、見せ場。見せ来たよ。止まんないねー。お、
セーフ？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 セーフでーす！やったー！あー危ねー！セーフでございます！あー危ない！あれ？声言ってた。何がね？キューティーアニーかな？やっぱり。これ打ち方あんのかな？ダメ！コインがねえ！コインが流れてたよ。え？投資？あ、赤七を狙いって書いてある。マジかよ。赤七を狙い。狙ってみましょう。ドーン！揃ったー！何なのこれ？初めてだから分かんないよ俺。いやー、スイートパーラー1号、いい店ですね。三協さんいいの作った。コーダクミいいの作ったよ。いやー、パワースポットだ。お、終わりですね。275枚。そして、チャンスタイムですけど、生産中です。生産中です。終了でございます。はい、実践終了。はい、今回第49回閉店くん、なんとですね、まあ、ちょっとね、子役の引きがちょっと悪い時もあって、ポンポンと、なんと4000も入って、ビッグボーナス引いたんですけどね、なんと、コインがなくて、また追加投資してですね、329枚ぐらいだったかな。そしてなんとここ、新潟県、600円という細かい金額が出るということで、獲得金額がですね、5600円とせんべい、エビせんべいをゲットしました。ということで、今回なんと平定くん、プラス600円でございます。いやーねー、初めての展開ですね、これね。ドラマがあった。パワースポットだね、新潟県。で、ここ、スイートパーラー1号、長岡店の宣伝をちょっとだけしたいと思います。ビッグ引いちゃったからね。気分いいからね。なんと、まあ、こう見てわかると思うんですけど、P マートの激アツイベント、ロックビート、毎月開催しております。そして多分、来月も、開催予定となっております。もうね、テルさんとか、行ったライターの方に聞いたらですね、なんと全録があったりとか、もうね、むちゃくちゃやってるらしいです。なのに、まあちょっと、浸透してないのか、お客さんがちょっと少ないのでね、ぜひぜひこれはね、もうね、ゲットする大チャンスでございます。もうね、新潟県近隣の方は、もう車でね、来ちゃいなよ。6映せちゃうぜ。もう、俺みたいにビッグ引けちゃうぜ。まあみんなはね、引きが強いから、僕みたいに5000円も使わないで、1000円2000円でサクッと引いちゃうと思うんでね、ぜひぜひスイートパーラー1号、来ちゃってください。僕ヘディ君は勝ちました。久しぶりの勝利です。